今回も人口10万人台最強都市決定大会の1回戦の動画をお送りしていきます。さまざまな都市データをランダムに対戦させる運用証拠の10連戦で勝ち抜き都市を決めていきます。1回戦 B ブロック、印西市 VS 大野城市 VS 石原市 VS 河内長野市 VS 鹿屋市、上位2都市が準決勝進出、3位都市は敗者復活戦へ回ります。1試合目、財政力指数と年少人口の印西市の僅差勝ち、人口密度の大野城市が2位でした。2試合目、小売点数の金足の競り勝ち、経常収支率の大野城市が2位です。3試合目、建物火災の少なさ、商業販売客の大野城市の1点差勝ち、人口増加率の印西市が2位。第3試合終了時点の順、大野城市と印西市が好調な地盤の攻防戦となっています。4試合目、製造業アラフカ活躍、現金給与総額の伊勢原市の解消、農業産出額の金安が2位でした。5試合目、商業従業員数、出生数の大野城市の解消、課税対象所得の印西市が2位でした。第5試合終了時点、3位金谷に迫る4位伊勢原。6試合目、加重地中間人口密度と商業販売額の大野城市の勝利、小売点数の金安が2位。第6試合終了時点、独走の大野城市。7試合目、小売販売額と建築床面積の印西市の僅差勝ち、銀を集めた鹿屋市が2位。第7試合終了時点、印西市が首位大野城市に迫る。8試合目、財政力指数と年少人口の印西市が僅差勝ち、人口密度の大野城市が2位。第8試合終了時点、大野城市と印西市が勝ち点で並びます。9試合目、医療福祉売上とゴミのリサイクル率で伊勢原市の勝利、卸売販売額の大野城市が2位。第9試合終了時点、伊勢原市が3位浮上。最終戦、生活関連娯楽業と商業従業員数の大野城市の競り勝ち、製造業アラフカ活躍の伊勢原市が2位。全10試合の最終結果が出ました。大野城市勝ち点65、印西市勝ち点53、伊勢原市勝ち点38、鹿屋市勝ち点34、河内長野市勝ち点10。1位と2位が4回ずつの大野城市が強さを見せて優勝、印西市は届かずも2位で、この上位2都市が準決勝進出です。3位争いを制したのは伊勢原市、鹿屋市は惜しくも4位敗退、河内長野市が厳しく敗退です。最後に登場都市のデータを一気に全紹介しつつ、この動画を終えたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひとも高評価とチャンネル登録をお願いします。また動画の感想、コメントやリクエストもお待ちしております。次回以降順次開催していく1回戦 C ブロック以降の戦いもお楽しみにください。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。